一応の監督やって何回何年やってましたっけ5年監督何年やったっけな10年なんて思い出せない5年6年6年で3回か4回優勝したんでしたっけ3回リーグ優勝して2回ぐらいかな日本一すごいね監督像ってね今いっぱいね監督いるけども人それぞれ違うじゃん、うん、まあ2軍の監督とは1軍の監督は全く違うじゃん、うん、で野球監督どういう監督を目指すかっていうのはやっぱその人その人でやっぱ全然違う、うん、でも当然俺もだから違うね、うん、まあ大会長も違ったの、うん、だからまあ監督そうやな受けた時はまずどうするかなとかっていうとこからね監督どうやるべきかなと、うんうん、いうとこからスタートだよね。うーん最初どう思ったの監督像自分では確かに2軍とは全然違う勝てばいい世界に行くって、うんまあ、楽っちゃ楽だけどこんなにきついこともないじゃないですか、 かんまあそうね育てるのはいらないわけじゃないですか簡単に勝てばいいみたいな世界に行くんだけど、うん、でも育てなきゃいけない選手もいるしとかってある中に、うん、こうちゃんのそのどういう監督になろうとしたんですかなった時まずね1軍の監督は何を目指すか優勝なのよ、うん、結果だから、うん、日本一よ確かにで日本一目指す前にまたリーグ優勝した方が、うんまあ、当然そのシステム的には日本シリーズ出る可能性が高いんで、うん、でじゃあ日本一になるためには一人自分だけじゃないからね、うん、選手って意外とこうまず自分のことをしか考えね、うん、マックスに出せればいいって、うん、やっぱチームなんで、うん、チームとしてではどうやっていくかと、うん、そこにはコーチもいやね、うん、1、2軍もありますまず選手ありきだしだからやはりチームとして勝つためにってことを考えて、うんで自分の戦力はどうなんだと、うん、まあまあ試合する前にもうまずだから自分のところのやっぱり選手をしか把握 しなきゃいけない、うん、でどうやって1年間戦うかとか、うん、ピッチャーも含め野手も含めて、うん、でそれで足りないとこ成長の部分っていう部分もあるけども足りない部分はどうすればいいかな補う部分とかって外国人だったりとか FA だったりとか、うん、でそれでこうまず下準備 していくよね、うんうん、あとは順番的にはどうかなそうかなまず受けてからはまずそこの部分でしょ、うん、でコーチ編成からしてでまずコーチの人たちにやっぱりこう、うんまあ、こっち限りは最初からね、うん、でまあ優勝狙っていくと、うんまあ、監督がだから旗持ちだと思ってるから、うんうん優勝を目指すと、うん、でだからそうコーチの人たちもそのつもりでやってもらうことが大事、うん、でコーチの人たちには監督よりも選手と一番身近に接してる人間なんで、うん、だから要は何でもこう話せる状態にしてもらいたいと、うん、怒ることも褒めることも含めて、うん、なるほどでそれをまずやってもらうのとあとは自分はピッチングコーチだから野手とかバッターとかね守備とかなんとかっていうのはね分かりませんよっていうのは困るとなるほどコーチの人たちも勉強してもらってなるほどいつでも監督できるように自分だったらもう特に自分はもうチーム内でディスカッションをしっかりやってくださいと、うんだ疑問に思うだコーチ会、まあ、まず、ね、試合終わってからコーチの人にこうやって話したりとかやっぱするん でそこでだからこうピッチャーの例えば牽制が悪いとか守備のあれが悪いとか、うん、それは別に野手のこうね守備コーチでもどんどん言ってほしい確かに ねでそれでできなかったら感覚外っていうなんか変なねなそうあるけどそうじゃないもんねそう、うん、だからその部分をしっかりやってほしいだから疑問に思うことはどんどんコーチ内の中でも話してくださいとでその中で分からない結論が出ないんだったらもう元に来てくださいとか、うん、だからもうその部分とあとは 1,2,3 軍の縦の部分というか、うん、バッティングコーチこの選手は例えば3軍、まあ、将来こういうふうに、うん、でも3軍でのはこういう教え方2軍ではこういう教え方1軍ではそのこういう教え方で選手が迷うのが一番困るんだ、うん、確かに最悪ですよねあの打ち方が全部変わってくるから、ね、3軍じゃ短く持て2軍じゃ長く持て1軍じゃまた長く持てじゃねでその部分は一番困るんで、うん、いつもその縦の各担当コーチがしっかり話し合って、うん、その選手のことをしっかり見とくと3軍か2軍に行きました、うん、2軍か1軍に来ましたそれ全部分かってますと今なんかっていうのも今の時代はねもう iPad でソフトバンクなんかもう早かったんでね、うん、iPad でもう全部、うん、試合が全部入ってくる、うん、DA に帰っても見れるんだ iPad で全部見えるよはあもう前からおのというか、まあ、それはまあ球団として本社が、ね、その IT 関係なんで、うん、もう iPad なんかでも全部そういうの全部、うん、データ入れてくれてね映像も本社から来てはあの全部その部門があるんで、うんだから全部が全部見えるね監督の時はもう2軍の試合やってる時はもう全部これで全部こう見てチェックできるんで今状態がどういう状態ってすごいなだからまあそういうことからスタートしていく、うん、でまあキャンプに入っていっ
で、まあ、この中には結局怪我はもうつきもんなん で、うん、でそのチームのね、あの戦力が怪我によって落ちることがないように、うん、必ず1チームに1つのポジションに2人っていうのを必ず作る、うん、なるほどなるほど。だから要はレベルが高いからレギュラーなんだけども、うん、もう一つこっちの方がいるんだったらこれ当然ここをレベルをどっちを行くかっていうか、こっちよりもこっちの方をレベル上げさせることを優先的に考えて、ソフトバンクの方が3チームなんだよ、1軍2軍3軍って、うん、だいぶ古い時代からあったんだね。あれじゃあ結局、まあ、球団がさ、うん、あのすごく資金がある人とか、うん、その面倒見る施設があったりとかすると、うん、こう三軍で選手っていうのは集めれるんだけども、うん、まあ、考え方としてはさ、うん、外国人わけわかんないのに2億3億とか出していくんだったら200万ぐらいでね、あの育成なんかも十分そう可能性のある人たちにチャンスを与えれるわけ、ね、100人取れんじゃないかみたいな。うん、まあ、そのための施設も必要だけあるけども、でもその分十分できる、そういう考え方をやっぱ持ってもらわないとね、球団が。でもそれはコーチャーの意思と球団はマッチしてたんですよ、うん、そうそうそう、それはもう全然もう大会長もそういう感覚があるんで、うん、でまあ、そういう感覚で3軍までっていうのがあるし、まあ、まあその中の方が要確率が高くなったりとかするじゃん、いい選手のね、そりゃそうだね、うん、だからそういうのでこういきました。まあ2軍、まあ、それでキャンプに入っていって、まあまあレベルアップだね。だから俺もだ監督だから教えませんじゃなくて、俺はもう自分どんどん動くし教えるし、うん、やってたね。試合が始まればもうね監督なんだけども、うん、なるほどなるほど。試合始まった監督だけど、まあ、いろんな取りまとめた決定権、うん、決定することやるけど、ただキャンプとか練習の時はもう一教えれる側の人間としてコーチがやってたってこと。そうです、コーチング、コーチング、コーチング。だから俺全部動くよ。動いてたね、よく。うん、だから試合も始まったら俺はもう戦なんだよ、試合を動かすと、うん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 、勝つためにどうするかとしか考えてないんで、でもそれまでは俺はコーチングする。もうそれはずっとそう。まだ動けたしね、あのバッティング、俺さ動けるんじゃなくて、西武の俺が2008年に俺が勝ったけど、こうちゃん俺外野走ってたの、スタンドした、こうちゃんが打席、おお、あれこうちゃん打席立ったぞと思ったら放り込んでたもんね、福岡ドームで、そう、素手で普通にちょっと投げろみたいな、ポン、おお、投げたみたいな。そう、たまにミスとかないと、ミスとかないとね、だから投げるんでも、うん、まあ全然投げたんだよ、100メーターでも、はぁ、だから2軍なんかも、2軍監督もそうだけど、1軍監督になった時もね、結局何もしないじゃん、練習。でも結局年取ってもまあまあトレーニングはちょこっとしてたけど、練習しなくても一回こう身についたものはできるんだよっていうのを、テクニックってあるんだよっていうのをたまに1軍でもやっぱ見せとかないと、その意図が年取った人はできないとかって思う。おじいちゃんみたいになっちゃうまだ50ぐらいなのにね。だそれをすごいなとかね、やっぱ見せてたもんね、あれ。そうだから中段まで掘り込んでたから、だから見せるためやってんで、だからテクニックなんで、技術じゃん。で技術といえば身につけたもんってなかなかそんな落ちねえんで、しかも努力で掴んだからねいやもう体に覚え込ませたからね、そこまでやっぱり練習で覚え込ませちゃったんで、うん、まあまあそういう感じでまあ見せてるんで、その部分は。あとそうはなんだから、試合入ったらもう、あとはね、コーチ、まあやっぱどうだろう、難しいのはピッチャーかな、ピッチャーの使い方がやっぱ一番難しかったかな。だからもうシミュレーションで中継ぎ、特に中継ぎの人たちが負担が一番多いんで、だからシミュレーションはね必ず試合前にやるね。こうちゃん何列島まで、あの中継ぎなら8試合の何列島までやらせたタイプですか、許したタイプ。3連投 でも球数が、あ、もうその1イニング投げたその試合の球数と、球数と、あとはイニングよりもね、トレーナーの判断と、とあと試合で自分で見て、そのピッチャーのマックスっていうのが分かるんで、俺見ることが結構得意なのよ。ピッチャーが今調子いいなとかね、バランスいいなとか、球の質がああいいなとか、ああ下手ってるな、いい時はこうだけど、下手ってくるとこういう球になって質とか、でそれをで判断する。あとはそういう情報的なものだな。あとはその話して、その選手の普段の受け答え、あ、これ本当は大丈夫かって大丈夫ですって言ってるけど、お前疲れてんだよその感じっていう感じ。その話してもやっぱトーンが変わってきたりとか、動きとか見ていくと、で集中してるかしてないかとか、でそういうの見て、なんか次なんかっていうのはやっぱりこうポンと練習そのままブーペンで投げてサッといった方がいいわけよ、順番とする。なるほど。それが長くないばアウトじゃん。
まあ、確かに、ま、そう入って作って入ったらまた入って作ってんの、まあ、あれもアウトだもんね。そういうあれはない。なんか先言っといてやって、これこう出たらもう行くぞとか指示を出して、まあ、シミュレーションする、してるからね。だからここで、あ、もう何人、じゃあここでここを作って、じゃあここ通り過ぎたら次はここっつって、うん、違うのにして、それがこう大体回っててこういくと、でも試合展開なんで、うん、ちょっと変わってくるときがあるんです、うん、そうだったら早めにもうブーペンの方に言っといてやってね、電話すって、でこう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 って高山早いとかってこうなるかもしれんから、こうここの準備だけしてとかっつって、うん、気持ち切らさないとかっていうのをこう、なるほど、ね、シミュレーションと並行にしてやっていく。大変やったよね、ピッチングコーチ1回。うん、やったよね。ブーペンに入って大変とこうちゃんと呼ぶねそんなの大変思い出しても何呼んだの、大変を、大変ちょっとやってみるかみたいな。いや、大変にとってもまあまあちょ同年代が高山あったから、うん、だから結局こう気心をしてて、うん、でなおかつ各大変も台湾で監督しながら、うん、国の監督もしたでしょ、うん、やったで、ね、ピッチングもやってる、うん、だそういう部分もやってるんで、まあ、なおかつ自分もやってるし、うん、経験もあるんで、うん、まあ、そういう面では、ね、経験が豊富だし、うん、でまあ、大変にとっても日本でこうコーチするっていうことは、うん、またちょっと違うじゃん。そうだね、台湾の役とまた違うんだ。確かに大変の大社にもなるしね。そういうこと、うん、そうそう、選手って分かんないじゃん、うん、確かに選手とコーチじゃ全然違うじゃん、ね、ね、別の移入も同じでも別の仕事ですからね、もう。そうそうそう、全くやることが違う、うん、考え方も違うんで、違う違う、でまた台湾のその野球と日本の野球もまたちょっと違うんで、うん、だからそれはだから大変にとってもだから勉強になるし、うん、俺さ、こうちゃんが監督、俺が楽天のバッティングコーチに戻ったじゃない、郵政、うん、殴ったってクビになった後に1年半空いて、うん、俺あのまま一生も戻れない状態の報道だったじゃないですか、うん、もう僕も暴行、うん、事件になったわけよ、うん、そしたら楽天がまあ声かけてくれて、で楽天のバッティングコーチで福岡ドーム行った時、あの頃まだイタルがいたの、小林イタルが、うん、で練習、あ、ずっと最後までいたよ、こうちゃんの時ね、うん、で、イタルが来て、こう初めてこう、この何テレビ的なもんで言うんだけど、イタルが来てくれて、担当直属 に言っていいですか、うん、何って言ったら、来年あの秋山監督の下でやってもらえませんかって言われて、うん、俺何やんのって言ったら、うん、いやもうヘッドで来てくれと、うん、あの時、いやイタル、いや俺さって、なんでお前さっき声かけてくれなかったんだよって、うん、俺の生き様的にはやっぱりあの時助けてくれた球団が楽天になってると、うん、私の親父だと、うん、本当は一番はこうちゃんとやりたいんだよと、うん、俺は中畑清しかこうちゃんかと思ってるんだとお前いたらちょっと惜しかったよなって言ったのがあって、うん、だそれはこうちゃんとずっと付き合ってたからこうちゃんの考え方もわかるし、うん、今こんだけの話をしたのは本当35年間で初めてだけど、そうだ、お前、まあ、野球の話ってあんまりほとんどしないまあグラウンド上で聞くとちゃんとこう一言がこうちゃんタイミングどうやって取らす、1時の3でいいんか、だから歩くタイミングだよとか、メモも俺ずっと取ってあるんだけど、そういうこうちゃんのが今そんだけの考えを持ってる人がそのただゴルフを趣味でやってんじゃもったいないんだよね。なんでゴルフ？お前ゴルフか。だゴルフもね、でもね、今はね、いろんなこと考えながらやるから。いや、だからお前今野球界で真剣にやったらコーチは一番うまいぞと。何がゴルフが。うまくねえよ。いやいやいや。だからただそれ、まあ明日もゴルフじゃない。うん、俺の中ではこのコーチに会いに来れたっていうのがメインで、久しぶりにコーチのケアだっけかな、どっか回ったのが最後なの。俺もね、あ、覚えてなかったんだよ。そうでしょ、うん、ね、昨日おとといかな、ね、打ちっぱなし行ったら、うん、インストラクターが言ってて、いや一緒に回りましたよ、回ってんの僕もあ、その人も、うん、じゃ一緒だったんだ、うん、あのクイーンズかなんか、ね、あ、そうクイーンズ、うん、インター降りてすぐのとこ、そうそう、あそこで回ってんの、うん、あ、そうかっつって、あれってさ、こうちゃんがカニグー監督になる前の年の秋ぐらいなはずなのよ。うん、だから俺は42、3の時よ多分。で俺あの時も嬉しかったんだけど、コーチは忘れてるか覚えてるか分かんないんだけど、うん、デーブお前俺人間監督やんだけどさ、うん、興味ないって言われたことがあるの、全くなかったのだからまあ俺ね、ほんと今日は明日のゴルフがメインなんだけど、コーチャンにお願いはまずコーチャンの監督をもう一回見たいんだよね、うん、ないと思うよ。いやいや、だからやるともうねまだ隠居するに早いのそんだけの練習量をさせれて、しかもその選手たちがその練習量のおかげで今はやれてるとか、井口にしても井口監督にしてもそういう話が、仙台に来て飯食った時秋山浩二という人間の話がこう出るんだけど、そういう人がさ、もう一回日本に来ない
とつまんないんだよね。いやだからどっかの監督も断るしさ、なんでこの断るかみたいな。いいんじゃない、よくないっつうもう今日はその交渉まで。いや、それは交渉ないんだよ。あのね、やっぱきちんななもう監督にやろうって気ないですか。だってパワーがいるね。いるでしょ、もう分かる。あれはね、監督ってやっぱね、パワーがいる。えぐいっすか、命削ってますよね、うん、パワーすごい。あの仕事って24時間365日体制じゃないですか、うん、パワーがすごく必要だ、ね、あのなんだろうね、勝ち負けの責任がさ、まあ、監督なんだけども、うんうん、それの前が自分でこう消化できないときついな、うん、そうなんだ。自分はプレーできるしね、うん、あの選手って自分でダメだったら自分で練習して納得させる部分ができるもんね、うん、なんかね、やっぱりね、やっぱ人、まあまあみんながや、みんなでやってる部分の中でもそうこう自分でこう感じなきゃいけないところなんで、まあかなりやっぱパワーいるんだろうなと思う。まあいろんなタイプいるのよ、あの監督さんでもね、歴代の監督さんでも、まあ野村さんとかは良かったんだなとかって思う。なんか性に合ってたんだろうね。あのそうそう、あの楽しんでたなと。楽しね、まあだからね、そこまでね、ないの。親父ダンスやったり、ああいう裏の側の余裕ないよ、うん、ないんだけど。だから、あ本当だからね、あそこまで行くっていうのは、まあやっぱ違うんだろうなとかね。ヤクルトの時のね、大谷選手の時の監督像と阪神時代と楽天時代の、ね、野間さんと言ったけど、うん、全部違うけども、うん、まあそこまで最後のあの辺まで行けたらいいなとか思うけども、なかなかないね、俺は無理だもんね。いや、あのなんかないかな、懲りたって言うと言葉変だけど、監督やっても懲りたっていうか、こう疲れたっていうのが、だから楽しめないで、俺なんかたった1年だけど全く楽しめないで終わったのね、うんうん、野村さん毎年楽しそうじゃない。野村監督は、こうちゃんも小タイプなんだね、こうちゃんはね。しんどそうだったもんね。しんどいね。やっぱこう共有しちゃってるから、うん、だからこうピッチャーが今 大変なんだろうなとか、あ今多分苦しみながらこうやってね、こうやっていろんなこと考えながら投げてる、そういうのが分かるんでね。うん、ピッチャーもやってたしね、また。だからなんかね、こう見えるんだよ、うん、調子いい時とか、あの仕草が、あれじゃ、あの仕草は普段ないなとかね、うん、表情とかね、うんうん、だからそういうのがね、分かりすぎちゃって、うん、疲れちゃう、鈍感だったりね。鈍感じゃないもんな、こうね、しかも繊細だしな、でうわーって言うタイプじゃないしさ、わとは言わんね。わとは、まあ、だからでも怒ることはないけど、でも話すことはあるね。いや話すけど、うん、うわーって言って発散、もう死んだ星野監督さ、ね、たまにテクニックとして、テクニックなのがいいけど、ダ、うん、ーンってすることあるよ。あ、そう、俺は見たことない、コーチの。いやいや、監督時代。監督時代ね、気合い入れるために。それとも自分のストレスを発散するために。あんま発散はしないかな。関係ないよね、うん、ちょっとかましだ、場面で。あの秋山怒ったみたいな。あの秋山監督怒ったぞみたいな。いや、まあ半分は怒ってるかもしれないよ。まずは怒ってるからな。でもどっか発散はしなきゃいかんからね。うん、まあでもそれ、何も考えないで発散してるあれじゃね、うん、迷惑かけるだけだ。ただのね。こうちゃんがやってくれ、やろうよ、もう一回。こうちゃんが、だから、まあ、それも縁だし、ね、例えば縁だから。まあ縁も縁だけど、タイミングだよ。うん、タイミングもあると思うし、俺はね、もう一回ね、自分が、うん、俺もやっぱコーチでももうきついと思ってんの、うん、もう今の生活がこれ以上ない、お金はないのよ、うん、だからそうじゃなくて、こんなにこうフリーなストレスない、監督から見たらノーストレスなわけ、監督やった時から見たら、うん、もう全くストレスないの、うん、だけどやっぱ俺がコーチちゃんは監督旗持ちって言ったけど、俺はその旗持ちしてる人をこう見越しに乗せて運ぶのが好きなのよ、うん、そこでもう一回、まあ、今53だから、もう一回60までに、まあ、できるよ。いやいや、その監督じゃなくて、こうちゃんがやって、俺が下でやってみたいっつうの、今日は頼むがやってっていうの、分かったよでいいのだから、嘘でもいいじゃん、まあ、俺の希望与えてくださいよ、そんな。いつも言うから、こっちがやりなよ、やんねえよみたいに、やるからさ。期待は持たせたくないから。いやいやいや、期待持っとくから俺は。いや、うん、まあまあ頑張ってくれ。おいおい。まあまあ、こうやってコロナでね、最初一回こうちゃん早めに来たかったけど、なかなかこうちゃんの東京来てないし、分かってたし、メインは明日、まあ、まあでもね、早く就職してね、うん、また普通にこうみんな戻れば、ね、うん、できるようになれば一番いいと思う、うん、まあ本当普通が一番なんでね、普通だね、うん、じゃあ楽しみにしてます。今日はあれでした。ありがとうございました。どうも。